ええ盗まれた。なんで？ハッキングこれ。くそー！俺の金がどこ行ったんだよ。なんで盗まれんだよ。はいよ、北の内社長のプレスト、ハリくんです。いかがなんでしょう。最近、はい、僕の友達が、パスワードを盗まれちゃって、で、勝手にログインされてお金使われたりとか、マジ？っていう被害があったっていうのを聞いたわけよ。でもこれパスワードって本当に危ないなと思って、だからもう最近はもう全部同じパスワードしないようにさ、こうバラバラにパスワードしたりとか。ああ、俺結構一緒かもしれない。パッキングみたいなのに流行ってんじゃん。そういう風にされたら、もう長いパスワードでも持ってかれちゃうというか。そういう最近のさ、サイバー系のね、犯罪とかにはね、結構ネット関係のやつは警察がちょっと介入しにくいとか、あ、そうなんだ、っていう話もあるらしいよ。だからその人は結局警察対応してくれなかったみたいな。自己保有しかないでしょ。投資株とまあ日本バスだよね。国なんか当てにしないやろ。じゃあ今回は実際に身近な人が被害に遭っての注意喚起も、そうやっぱ二重ロックがこっからは必要になってくるなと、そういうアプリを見つけたんですよ。もうあるんだよ。まあ、そのアプリなんですけど、まあ、いろいろあるんですけど、今回はスクリーンロック。で、これは、先に説明すると、その時刻を打ち込むんですよ、現在のね。例えば1653じゃないですか。で、今1654だったじゃん。変わった。だからその時の時間を打ち込むと、1654と。だからパスワードが常に移り変わると。なるほどね。で、これすげえなと思って。え、変わるパスワードってないね。これ世に広まってもいいんじゃないかと思う。そうだね。2年前にミューズアリボンズさんがやってた。さすがです。前もこんなことなかったっけ。なんかこう、あ、おすげえと思ったやつをパパパって検索すると、大体ミューズアリボンズか製品さんが出てくる。マジか。その辺とは若干違うアプリなんですけど、英語版とか日本語版とかいろいろあって、で、これスクリーンロックってやつがあって、で、これで選択できると。あ、で、これ現在時刻にしてみると、閉じるじゃん。開くじゃん。え、俺なんかアイロンっぽくない？めっちゃ今ここに0456出てるじゃん。うん、多分これを打ち込めば0456できる。え、ここだって。で、さっきは0456だったけど今0457なの。0457アイロンみたいな。すげえ。さっきは0456だったけど今0457なの。これめっちゃいいね。でもこれだけじゃ心配っていう場合ね。だからこのアプリをしてる人は時間打ち込めば開けるんだなって思うね。あ、確かに。でもこの動画見た人とかね、これピンピンではピンコードね。ああ、普通のパスワードで全部これにしてみよう。1通して、で、これまた移り変わってそうだね。0458112製造458。うおお、全然バレねえわ。いろんなパターンがある。これ物によってもいろんなパターンがあるし、今現在時刻からマイナス6分前みたいな、そういう複雑なものができるし、いや、今の俺だったらもうそうしたい、ちょっとずらしたい。そしたら完全にバレないじゃん。で、実際20ロックかけるとどうなるかっていうと、いきました、時間。まず時間のロック。51の0501。取ってきました。一つ目。で、次。開かない。これ俺のパスワードなんですよ、これが。これは絶対開けらんねえよ。開く。お、やっと開いた。これが20ロック。時間によってパスワードが移り変わる。そして自分の電話で設定してるパスワードもある。でもこのアプリね、アンドロイドしかできないんだよ。これ新しいパターンだ。そうなんだ。いつもなんか、これ iPhone だけど、結局アンドロイドなんだな。20ロックはなんか iPhone ではできないらしいけど、でもその上なんか、フォルダ一個一個にロックかけたりできるんだよ。だカメラロールさ、ロックかけたりとか。そしたら結構20ロックに近い形になると。いろいろやっぱ事件起きてるじゃないですか。結構でかい事件も起きたじゃん、最近。ハッキングとかでね。あったね。それと自己防衛ですよね。もう自分で、もう被害が起きる前に、厳重にパスワードを設定しようと。まあ僕は面倒せが多分やんないんですけど。いや、なんでだよ。というわけで皆さん、まあ自分のね、身に起きるかもしれないので、本当に気をつけてください。15円。15円。国なんか当てんしちゃダメよ。